皆様、こんにちは。GitLabo DevOps s m i n r シリーズ開催させていただきます。この度はシリーズにご参加いただき、誠にありがとうございます。 はい、デブロップスウェビナーシリーズ、今回3回目で最終回となってまいります。今まで、アジャイルプランニング、チームコラボレーションと開催してまいりましたが、それにつきましては、弊社 YouTube チャンネルにアップとしております。まだご視聴されてない方や、改めてご覧いただきたい方、ぜひご選択いただけますでしょうか。YouTube チャンネルのですね、パネルの中にジャパニーズっていう題名がございますので、そちらが1回目、2回目のウェビナーになっております。 えー、さて、えー、本日はです、ね、アプリケーションセキュリティに関して、えー、開催させていただきます、えー。アスタリスクサーチの岡田様、えー、アプリケーションセキュリティの第一人者として、技術サービスなどのトップ企業のアプリケーションセキュリティチームをリードしてこられ、また、えー、オープスについてです、ね、ジャパンチャプターのリーダーでございます。えー、岡田様より、えー、アプリケーションセキュリティのシフトレクトを、まあ、効果的に実践する方法についてお話しいただきます。 また、後半は GitLab のセキュリティチェック機能及びその適用方法について、弊社伊藤からデモを交え、ご説明させていただく予定でございます。また、この度も q a の時間を設けさせていただきました。セッション中で問題ございませんので、テキストの入力なり大変お手数かけて申し訳ございませんが、画面下の q a 機能にて、どしどしご質問などをご記入いただけますと。 ああ幸いでごじ幸いでございます。えー、なおですね講演途中で、えー、スピーカーの方から各質問をご用意させていただきます。えー、随時ですね投票機能をたけ立ち上げさせていただきますのでご協力のほどよろしくお願い申し上げます。またえっ、ー、と後日ですねあのー、アンケートの方ご協力の方をお願いする形になるなるんですけどが、えー、今回は最終回ということもありまして、えー、ささやかではございますが。 抽選で2名様へバックパックのプレゼントをご用意させていただいております。ぜひアンケートへのご協力いただきますとされでございます。それではまず岡田様のご講演よりご視聴ください。岡田さん、よろしくお願いいたします。はい、えー。本日はよろしくお願いします。共有はさせていただいていいでしょうか。はいではあの、皆さんお疲れ様です。えー 今日はあのシフトレフトの話を、えー、させていただくんですけれどもあの普段はあの目の前にですね <laughs> え皆さんの顔を見ながらですね、えー、インタラクティブにあの話をするのが好きなわけなんですが、まあ、こういうご時世ですので Zoom、えー、越しということになります。まあ、それで、まあ、もしよろしければですね、あのー、普通のリアクションに関してはチャットの方であのー。 どどしししやっってていいただければ嬉しいなと思ってます何か面白いこと言ったなとかあるいはいいこと言ったなと思ったらですね数字の8をですね888とこう入れていただきますとあのー、あっ受けたなとかですね <laughs> 返事があったなっていうような感じでこちらも嬉しいのでですねそんなふうにこうあいいですね早速入れてくださってはいありがとうございますぜひそんなような感じで、えっと、リアクションしていただければなと思いますまたあとですねあのこのあと Q&A のセッションなんかもありますのであの森田さんがご案内くださいましたように あの、えー、ぜひですね、えー、Q&A の方も入れていただければなと思っています。えー、っとはい、えー、今スライドも私の顔も見えていますかはい大丈夫ですねはいでは、えー、進めたいと思いますアスタリスクリサーチの岡田と申しますあの会社のウェブサイトにもですねシフトレフトで、えー、ビジネスセキュリティを実現とか書いていますけど。 最近、まあ、メディアに出たところでいきますとあのパイプドビッツさんの事例ですねあの使っている企業多いと思うんですけれどもあのいろいろなこのメールのデリバリーですとかあるいはアンケートのデリバリーですとか、まあ、情報の銀行とメールって一生懸命頑張っていらっしゃるところですこの企業はあの、えー、セキュリティインシデントをきっかけにですね、えー、セキュリティに関しては特にアプリケーションセキュリティのシフトレフトに関してはこう 本腰を入れてえっと頑張っていらっしゃる企業でございます。まあそこでの事例なのでぜひまたご覧になってみてください。ええー、まあ私の本業はですね、このようにアプリケーションのセキュリティを実現するの企業のえ支援をさせていただいているというところでございます。はい。まあ今日のシフトレフトの話ですが、まあ短い三十分弱ほどの時間ですので、およそ概要をお知らせするんですけれども、それでもまあ何から手をつけたらいいのかっていうようなところは ぜひ持っっっててて帰いいいたただきたいなと思っています必要な理由シフトレフトって何みたいなところもありますがシフトレフトって聞いたことないけど今日参加してくださっている方もおられるんでしょうかちょっとお聞きしてみましょう Q&A の、えー、機能を使ってですね、えー、ちょっとお聞きしたいと思いますあの差し支えない範囲でぜひお答えください、まあ、どれが一番当てはまるかなっていうところで、えー、クリックしてください いろいろな人がセキュリティについて考えています。セキュリティの問題がまあ多岐にわたっているので、まあ、そうした問題を解決するための手立てが必要だからですね。はい、およそ、えー、書いていただけましたでしょうか。はい、あのそれぞれのお立場がおありかと思いますけれども、ちょっと結果表示していただいていいですか。はい、おお、ありがとうございます。おじゃあ、ソフトウェアに関して言うと、あ間接的に支援をする。 ポジションの方々がまあ約半分そしてまた半分ぐらいがソフトウェア設計や開発を担当されている方ということですね、えー、お忙しいのに手を止めて参加してくださってありがとうございますさてまあそのような問題意識の中ですね、えー、っと進めていきますがまずやっぱりこう背景的にあのウェブにしろスマホにしろ API だけのシステムにしろですね、まあ、それを狙って悪用するということで犯罪が成立するということが。 非常に大きな問題になってきています。ですから、あのこの問題はあの見逃せ見過ごせないという、えー、そういった問題いところがあると思います。もう一つ IPA が出しているものの中でも重大脅威のうちですね。アプリケーションの脆弱性だけじゃないんですけども、あのシステムのえー、がまあ、悪用可能な状況であるということによる、えー、企業に、えー、甚大な影響を及ぼすものというのはこの赤字で塗っている通りなんですよね。 技術的な問題というのもありますこれはあのマイターのアタックといって、えー、技術的にまあどういうその最初ちょっと調査をされてそして最後、まあ、情報摂取まで行くのかっていうところですが、まあ、キーワードとか使っている技術だとか、まあ、保護の技術などをちょっとこうなんか詳細見ることができるアプリケーションなんですがそこでオアス p トップ10ですねオアス p トップ10の,あの深刻な脆弱性トップ10に関わるような技術のところに色塗りしただけでやっぱりこんだけあるんですよね。 ですから、まあ、結構、その脆弱性を防ぐための方法というのは、まあ、そこそこ知られているんじゃないかなと思っていたんですけれども、やっぱりそういったものがフル活用された事案というものが増えているという情勢ではあります。最初、このページは、ですねここ数ヶ月に報道されたセキュリティアプリケーションセキュリティに関係するニュースだけを絞ったものにしたんですが、ちょっともうマスクをかけさせていただきました。あの ど,どっちかというと、やっぱりね、こう自分の会社の名前とか出てくると、ちょっと嬉しくないっていうのもあるかなと思いました。ただまあ、見ていくと、えー、アプリケーション脆弱性、まあ、実装ミス、設計ミスの問題、コンポーネント、まあ、オープンソースとかのね、コンポーネントを使った脆弱性、あとはクラウドサービスですね、自分がその連携するクラウドサービス側の問題で、えーまあ、悪用されて、報道されてるというようなものもありますし。 クラウド設定ですね、AWS、あるいは Azure、あるいは Google のものにせよ、ですねその設定が甘いために、まあ、アプリケーションを一生懸命作ったんですけれども、まあ、あのデータベースぶっこ抜かれるみたいな問題も起きたりとかしていますと。そして、まあ、えーまあ、今回のスコープ外ではあるんですけども、意図的なバックドアを仕掛けられてみたいな問題も起きたりしています。はいまあ、このような情勢のもと、シフトレフトって何っていうとですね、あのまあ、物事が どどんんん進んでいきますよね、まあ、例えばその要件定義して設計して実装して検証してまあリリースとこれ大体左から右にこうずっとこう書いていくもんだと思うんですけどその左から右に行くとですね最終的に運用している人たちが大変な目に遭うわけですよね。ですからその運用している人たちの問題ではなく そのまあもう一つ前ですね、例えば検証の人たちはもっとこう効果を上げられないか、実装の人たちは効果を上げられないかみたいな感じで、あの発生原因のフェーズに遡って、そうした問題の軽減に向けて一緒に取り組むことをシフトレフトって言います。あの左手を出してですね、こういうシフトレフトなんていうようなことで、僕は2016年ぐらいから日本で、カタカナのシフトレフトという言葉、合い言葉にですね、どうやって、えー、確かな、 あのウェブあるいはソフトウェアをリリースしていくことはできるのかということを啓発したり研究したりとかしてるんですがひ、まあ、一言で言うと場当たり的な解決ではなく本質的な課題解決をこのソフトウェアの開発モデルの中にも入れていくというところがね狙いです例えばですよカード情報漏えい事件が起きてえらい問題になったとこれをドリルダウンしていきましょうといった時にシステムの原因とか状況を調べなさいというところがまずこれビジネスから落ちてくるもの。 話でですねでもよく調べたらクラウドの DB 設計がおかしかったって言うと当然ながらその仕組みの設計を考えないといけないえこれはもうさ実装の問題というよりはもう基盤設計の問題だよねとあるいは他には、えー、実装担当のやり方を見直さないといけないということが分かったりもしますそうすると実装担当は例えばワ a s p z a p とかですねいろんなツールを使って一生懸命こう見てたんですけれどもまあそれでもなんか えー、クロスサイトスクリプティングとか SQL インジェクションとか、まあ、そういった悪用可能な問題が、えー、ワンサート出てきましたみたいなことがあります。そうするとまたドリルダウンするとあの情報がそもそも足りてなかったと例えばサンプルコードですとか新しいアーキテクチャに対応するための注意点とかそうした情報がなかったので、えー、まあとにかくその場でできる最善を尽くしたんですけどやっぱり脆弱性が出てしまったということかもしれない。まあ、さらにドリルダウンすると そのエンジニアのスキルを確保したりあるいは向上させたりするというような組織的な取り組みは、まあ、どちらかというと現場任せになっていて、えー、そこの部分は組織が担保しようとしていないのに、まあ後でですねこういう問題が起きたら現場のせいにされるなんていうところが問題だということが分かったとしましょう、まあ、そうした時にシフトリフトというのは、まあ、その問題に臭いものに蓋でパッとその場でアドホックに直しちゃうんじゃなくてそのドリルダウンしたそれぞれの問題に対して 手を入れていくあるいは一緒になってですねそういった問題を解決するということがあのシフトレフトというパターンの,あの非常に重要なポイントということになります、まあ、ですからシフトレフトっていうと、まあ、多くの,あのセキュリティベンダーの方々がですね、えー、と例えば動的診断とかね脆弱性診断というものを何回もできるようにしようっていうシンプルにそれだけのことを言ってみたりあるいは ソースコードを見ることができると、まあ、これはシフトレフトですと言ってみたりとかですね、あるいは設計レビューをするとシフトレフトですとか、まあ、そういうことをいろいろおっしゃるんですけど、まあ、それぞれパーシャリー正しいんですけど、本当はそのシフトレフトというのは起きている問題そのものを、その前の工程の人たちにと一緒にですね考えて、その本質的な問題解決につながる活動をしようということです。まあ、ですから、ここに書かせていただいている通りですね、いくつかの,あの

ですから、あのこうしたやはりものづくりのための苦労というものの果てに出来上がったあの概念だということを覚えておいていただければと思います。まあ、そこでこうセキュリティ確保をしろっていうようなことなんですけれども、まあ、それをねこう後付けでなんとかしようと思ってもまあ結局無理なんですよね。であともう一つシフトリフトが必要な理由というのはやっぱり生産性の向上じゃないでしょうか。 そのこれだけ扱わなければならない問題とかあるいは取り扱う技術のコンポーネントとかがこうガラガラとか変わっていたりとかあるいは作りたいものも結構も多岐にわたりますよねですからそうした問題がありますからセキュリティをしっかりさせようっていうことが例えば5年前にしっかりさせることができていたとしてもですね 2021年ただいま現在でセキュリティをしっかりさせるというのは、もう使う材料からも作らないといけないものから、まる、あ、っきり違ってきているわけですから、まあ、そのために全体でできること柄、あるいは注意すべきこと柄を後工程に押し付けるというような方式の開発はもう無理だよねといったところが大きなポイントになると思います。また、あと太字でコンプライアンスって書,かせて書いていますけど、あの コンンプライアンスの問題なんてそれこそ早く言ってよよいう話ですよねあのここにあの、えー、と北条先生が書いた本持ってますけれどもここにも書いていますけどこういうあの法律これだけ IT 社会に依存するようなあの社会になっていますねあの一般の人々もそうだと思いますが、まあ、それですから あの起きる問題のインパクトがででかいんですよね、まあ、不正送金もそうだしあるいは決済の悪用とかもそうですしですからきちんとものづくりをするということについての法整備が進んでいるとそうすると暗号化についてだとかあるいはそのでどういうデータをどのように保護するかについてですねコンプライアンスがうるさくなってきているとこれって後付けできないんですよね もうできシステム出来上がってから、じゃあ、この法令対応のために、えー、このモジュールをバチンと入れたらできますみたいな、そういうソリューション、なかなかないと。まあ、それで、えー、セキュアバイデザインの中に、コンプライアンスどうしようかっていう頭の痛い問題もあります。逆に言うと、これを理由にシフトレフトすることができるかもしれないですね。つまり、こういったものをきちんと織り込んでいくにはどうしたらいいかという議論ができるということです。 さてじゃあどこでどのようにやるかというところをもうちょっと詳しく話したいと思います。まあ、これはあの今お話、ざっとした事柄を一言で言うとこうなりますと、えー。アプリケーションセキュリティのシフトレフトとは、えー、その発生している問題のところでできるだけその問題を小さくするということが必要です。特にアプリケーションセキュリティなので、やはりソースコード、 とかそのソースコードがどのように変化していくのか、なぜ変化するのかというところにウォッチポイントを入れるのは、これは頭のいい方法ですよね。えー、なんていうのかな、もう出来上がって出荷前にってなると、ソースコードなんか誰も見てない、動いているシステムをただ外形的に眺めてるだけなので、そこで出た問題を解決するというのは、もうコーディングする人にとってもですね、設計する人にとってもペインでしかない。ですが、 実際ものづくりしている側はそもそも問題なんか作り込もうと思っていないわけですからその時に自分に必要な情報をくれよっていう話になりますよね、まあ、そこでその不足している情報って何だっけって言ったところの全体像が必要になってくるということですさらさらっと書いてますけど割と大事なことを書いてますでこのようにアプリケーション構築フローこれもう皆さん見飽きてると思うんですけどぶっちゃけどうですかあの 自分のところの、えー、生産性あるいは正確性といいましょうかそういったところも含めた品質ですねスムースなデリバリーをしていこうと思った時に当然スムースでないデリバリーのところにはセキュリティ問題につながるような、あのー、そういうコーディング上の問題といいましょうか作り込みの問題というのは購、まあ、入しやすいわけですよもう本当誰がどう見てもあの再現性が高いようなですねコードをここにセキュリティ問題を 発見することは結構難しいわけですねですから、どの時点でどういう入れ知恵をしてくれたらいいんだっけっていうところは結構大事なポイントだと思います。で、ここで、SANS がですね、2015年、もう6年も前になるんですかね、セキュリティ重点フェーズはどこですかと、これセキュリあのソフトウェアを作っている会社に尋ねたんですね、全世界の。そうするとですね、要件定義のところが50%以上になっているんですよね。 まあ少なくともこの時点で日本はですね、リリース前っていう <laughs> 答えが100%だったんじゃないかなと思うんですが、まああ,のあ、うちいまだにだみたいなね、あのまあ、そんなようなこともあ,の、はい、ありますが、えー、ですが、リリース前のチェックというところが重点フェーズだと答えた、えー、企業はですね、なんと10%にもならなかったんですね。ななんんでだろううっていうと やっぱり要件定義のところで、これ、後々述べていくことではあるんですが、要件定義のところで結局、設計ではこうしましょう、実装ではこういうことを気をつけましょう、ビルド、リリース前、またその他、運用とかですね、そういったところでどういうとセキュリティを作り込みましょうみたいなことが決まってくると、つまり、まあ、どの段階を、えー、強化するにしても、ですねやっぱりガバナンスって大事だよねみたいなことが反映されていたんではないかと思います。 ところがですねこの要件定義の要件もいろいろですこのモノリシックデザインでいろいろ作れた時というのはまあ割とシンプルでなおかつですねフロントをぶち抜けば奥までと手が届くみたいな構成になっていましたですからその時はその時なりの重大な脆弱性というのがありますそれがですねマイクロサービス時代になるとだんだん,なんていうかな非同期非同期でこうつながるようになってくるので s ー l インジェクションっていうのは、まあ、どちらかというとモノリシックな あの作り方をしているところでぶち抜けちゃうんですけれどももちろん間接的にやる方法もありますが、まあ、その辺の細かいことは置いといてでももっと重大でなおかつ攻撃のコストが低いような問題っていうのはもう変わってきましたサーバーサイドリクエストフォージェリーとかね、えー、コードインジェクションこの間もありましたよねなんかあのマイニングのコードを入れられちゃってインジェクションされちゃってそれであの、えー、分回されちゃってですねあの なんですかその AWS のお金もすごくたくさんかかっちゃったみたいな問題が報道されたりとかしてましたけどそういうコードインジェクションみたいなような問題も起きてきました改ざんされたりとかですね JavaScript 部分を改ざんされてカード番号を抜かれるみたいなところもあったりとかしましたこういうのが粗結合でいろいろなサービスと連携するようになってくると出てきた問題です サーバーレスになってですね、ああ、やった、Linux とかね、えーと、そういったところの変なサービスの脆弱性をつかれて泣くということはから解放されたのかと思いきやですね、やっぱりですね、それはそれでいろいろなこう連携をダッシュされたりとか、あるいは DNS を書き換えられちゃったりとか、まあ、そういったような、そのどっちかというと環境に依存するような問題、あるいはそのデータが結局今どこにあるのかということを、まあ、あんまりこう詳しく考えなくなっちゃったために、 データが盗まれたってなるとですねもう調査がめちゃくちゃ大変みたいなことが起きたりとかしているというような感じですですからあのもうそうですねあのこのスライドを見た瞬間ちょっと失笑が出ちゃったかもしれませんけどウォーターホールというプロセスが良くないっていうことを言いたいというよりはですねあの今までの方法というものをそのまま踏襲して、えー、とにかくこういうものを作ろうって決める段階で すべてあの実装しないといけない機能だとか、あるいは検証するべきプランとか,とかっていうことはフィックスするかというとなかなかそうはいかなくなっちゃったと、限界だよねっていうようなことが起きているわけですね。そこで開発手法が変革されて、これフル、ル結構もう長くかかってるんですよねあの、アジャイルだとか、デブオプスだとか、えー、言われますけれども。 あの割と長くこの開発手法をやっぱり変革してえーいきましょうということになりました。基本的に段階的に完成させていきましょうと。ということは何かというと、やっぱりその検証してセキュリティ問題が分かるまでの、その実装してからの距離がぐぐっとこう短くなってる。短くないとこの手法は成り立たないんですよね。ですから、アジャイルとかでもいまだにですね、 えー、リリースというかまあ毎回毎スプリントごとリリースするんですけれどももういよいよこのプロジェクトの終わりですっていう時に、えー、セキュリティテストスプリントみたいなことをやってる人はですねちょっとやめた方がいいですねセキュリティテストリリースまあ,あの最終検証というあのやっぱりちょっと言い換えようかな最終検証というスプリントはあるかもしれませんけれどもでもやっぱり毎回自分たちが作ってこう、えー、完成させていってるものが えー、セキュリティの観点から見ても、まあ、機能の観点から見ても、えー、完成であるとその,ずその都度その都度完成であるというのがこのアジャイルの手法ということになりました、まあ、そこで今までこう、えー、要件定義からどんぶらこ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 やっとリリースみたいなこう大きな V 字曲線のですねあの開発というのはまあほとんどもその V 字というよりはもうなんかこんなちっちゃい波々がずっとあるというような あの方法を取らないといけないいいととけ品質管理の人たちはもっと寄り添ってあの開発に寄り添って一緒に考えないといけないし、まあ、はたまたですねモダンなところでいくと SRE の人たちもあの要件定義だとか設計だとかにも関わっていくというところがこう今今のモダンな開発というような姿になっているんでしょうなっていると言えるでしょう。これはあの 開発手法のシフトレフトトレと言ってもいいと思うんですねもう根本的な問題はどこにあるのかというともう要件っていうものが要件定義がですねいや設計がもう盤石のものを100%理解して、えー、実装に渡せるっていう仮説はもうこれ幻想でしかない <laughs> ということをが分かったので、まあ、こういう繰り返しリリースするという方法に変化するというような手立てだったといえるんではないでしょうか。 まあ、昨日今日今ちょっとしょっぱいニュースがね流れていたりとかするとであのちょっと言及具体例を言及するとですね、まあ、その時点でまた長くなっちゃいそうなんですがけれども、まあ、こういったあの一つ一つのコンポーネントその開発に至るですね一つ一つのプロセスというのがこう細切れになおかつワンチームでやるというふな流れになっているというところです。自動車ってどうしてるんだっけあれはさすがにウォーターホールなんじゃないだろうかと思うかもしれませんが。 自動車の世界はですね、これ非常に興味深いのは、あの開発、いわゆるソフトウェア開発って、ここでいう生産なんですよね。えー、自動車の世界では開発というのは、一体何をプランニングして、これを使う作ると、えー、人々の社会はどうなるのか、人々のライフスタイルはどうなるのかということを考え抜くことを開発と言いますで。むしろソフトウェアでいうところの開発というのは、自動車の世界では生産と言います。でその間に 生産技術というのがあるんですね。生産技術はプレスというのはどのような目標でどういう、えー、視点で検査してどのように改善すべきか、えー、どういったところはもう次の,あの工程に渡してはいけないかということを一生懸命考える、うん、どのように作るか、なぜ作るのかみたいなところをしっかり考えるのがなぜその技術を採用するのかみたいなことを考えるのが生産技術の仕事です。でこれがソフトウェアの世界でも、えー、起きています。つまり 開発のチームが、えー、常に現場でゼロから考えるのではなくていつでも使えるコンポーネントが用意されていたりあるいは、えー、リスクとかコンプライアンスについてはいつでも相談する相手がいたりとかっていうような快適な開発環境を作るんですねつまり開発のためのプラットフォームを作るということですねこれを生産技術の人間がやりますそうすると開発つまりここでいう生産の人たちはそれにのっとって粛々と あの自分たちのベストを尽くすすことがでできるんですねどのようにやるのか、なぜやるのかということはよく分かっているので、確信を込めてやっていくことができると。なので、で自動車でいう検査、最終検査というのは、本当に最終的な品質検査なんです。その時点で、それまでの全ての工程の問題を洗い出すためにそこにいるのではなく、あの計画通り物事が行われていて、あるいはその予測した事柄とどれだけ違うものができたかみたいなところをしっかり調べる。 まあ、そういったインプットも得られるのかもしれませんが、まあ、ただ、基本的には検査というのは、その検査があるところで、えー、品質を守るんではなくて、最終的に出来上がったということを第三者的に確認するための手立てなんです。ですから、アプリケーションセキュリティもそうなってほしいですよね。つまり、最終的な検査そのものにもう全体重抜乗っけるんじゃなくて、それぞれでやらないといけない事柄にちゃんとバラしてほしいわけですよね。 それをシフトレフトしましょうっていう感じです。実際問題ですね、問題の解決原因っていうのは何かっていうと、その前に、えー、問題の原因、解決すべき原因というものがあるわけです、問題というのは。そして、できたら、そういった問題が起きているということは、後工程になって初めてわかるんじゃなくて、えー、もうその場で分かりたい。それがまあ別の担当だったからといって、なんていうんでしょうかね、その、 組織のサイロを超えるすごいこうコストをかけるのではなくて、できるだけすぐわかるようにしたいというようなところです。まあ、あのこれ僕が考えたキャッチフレーズなんですけど、あのやっぱりサイロ化ってやっぱり厳しいなというところがあります。そこでやっぱりサイロ化していない業界からのスタディという意味では例えば F1 ですね。 えー、運用していてこうどんどん物も,のをものを作りながら運用していく DevOps ってそういう考え方だと思うんですけどそうした時に、えー、運転手だけで解決できる問題というものはその場では問題が起きているって分かるから運転手だけで解決できるわけですねでどうしてもやっぱりリペアしないとっていうとそこのところに瞬時にできるだけ短い時間でパッチを当てるというようなことをやっているわけです 1>, ですからまあ、1つの鍵、シフトレフトの1つの鍵というのは、えー、それぞれ担当している業務というものを、えー、いつでも検証することができて、いつでも改善提案を得られるような仕組みにするということが、えー、1つのポイントではないかと、えー、つまり自分の手が離れてずいぶんってからです、ねえーっと、そうした、あのなんていうんでしょうか、最終試験みたいなもので、初めてそこで問題が指摘されるというような状況を、もうやめましょうよということです。 はい、ですから、セキュリティをどこでやるかというとです、ねまあ、例えばコードレビューだけでもないし、えー、運用だけでもないし、もちろん最終チェックというものも、えー、これ、必要ないと言ってるんじゃないんですねあの、そうしたものももちろん必要なんですけど、全プロセスで同じものが必要なのではなくて、それぞれフィットして必要な情報、あるいは必要な検査、まあ、検査というんでしょうかね、目標というものがあるはずだということです。 CISO ハンドブックという本を出したんですけどその CISO ハンドブックの中にですね第8章 DX とセキュリティという章があります僕担当させていただいたんですけどここで UDA とかアジャイルとか DevOps っていう言葉のそれぞれの役割について述べていますでこの,あの担当箇所をですね執筆するのは結構いろいろ勉強になりましてただ一つ言えることはですねやっぱりアドホップ にかこうバータリ的に的やっていくというより本当は計画的にしっかり目標を持って、えー、長いプロジェクトでも進めていくんですけれどもでも小さな成果を積み重ねていくできるだけ早くフィードバックをもらうっていう手立てという共通点があるんですね。でこれに結局その具体的な手立てとしての CICD というものがあるということが分かりました。 まあそれから考えるとですね、まあ、なんか今、CIC で流行ってるからやっとくかというようなものではなく、やっぱりできるだけそれを、例えば検査して分かった事柄をどう生かしていくかっていうところに、結局エンジニアの度量といいますか、あるいはプロフェッショナリゼーションというのはかかってくるのかなというふうに思う次第です。ぜひ参考にしてみてください。じゃあ、ちょっと皆さんにお尋ねしたいと思います。あの 匿名でですのでね、この質問はチャットではなくですね <laughs> Q&A の,せあの機能を使いたいんですけど、まあ、というところまで聞いてみてその自分のところの現場の問題箇所って敷いていえばどれだなって選べますか、まあ、選んでみてくださいどれか1つ、えー、森田さんお願いしますはいあのー、これはまあこの言葉がぴったり当てはまるかどうかではなくおよそまあここのところを改善するとうちのチームは強くなれるよなって思うような そういったところでも大丈夫ですあのぜ。ちょっと選んでみてください。はい。まあ、この質問そのものがね、結構しょっぱいんですけれども、あの選んでいただけましたでしょうか、はい。では、程よいところで結果を出してください。そうですね。いいですかそろそろいけますか、はいはい、はい。お願いします。 おーなるほどなるほどうん、まあ、非常にこういうユニークといいますかあの興味深いですね、まあ、どれもねほんとあると思うんです選ぶの結構難しかったんじゃないかと思うんですけどはいちょっと記録させていただきました、うん、でもやっぱりできるだけいいもん作っていきたいなという気持ちがすごく表れているような気がしますはいあのー、でそこで、まあ、何から手をつけるかをどうやって決めたらいいのかっていうところを最後ちょっとだけお話しします 皆さん、OSP って知ってますよねあのし知ってていただきたいんですけど、オープンウェブアプリケーションセキュリティプロジェクトですあの。オープンソースなプロ取り組みですので、どなたでも自分の現場に持ち込んで,です、ねえっと、自由に使っていただくことができます。そして GitHub でほぼいろいろなドキュメントが開発されていますのであの、誰でもそこに対してフィードバックすることができます。 えー、GitHub では OASP-JA っていうレポジトリにあのいくつかあの活発な日本語翻訳プロジェクトが置いてありますのでぜひウォッチしてみてください。あの僕に声かけていただいてももちろん喜んでという感じですが、まあ、そこにあのいくつかのガイドラインがありますあの。ピンポイントでもうここだって思う直球でねここだっていうものがあるようであればもう直行していただいて大丈夫です。 だから全体像をやっぱり考えないといけないというタイプの人もいると思います。例えば先ほどの、えー、とクエスチョンによりますとですね、えーと、要件が目標とするセキュリティを決められないっていうところの,あのパーセンテージが一番多かったです。約40%ぐらいの人たちが要件が目標とするセキュリティを決められないっていう、えー、なんか、はい、そ,うそういう選択をしていらっしゃいます。難しいポイントだと思いますね。ですが この DevOps、それぞれの,そのどの問題があるにしても、この o a s p の s u m というドキュメントがあります。s u m というドキュメントでは、およそどの部分をどのように強化していったらいいかというガイドとか、スコアリングするための手立てがあります。例えば、ちょっと赤い線塗ってますけども、セキュリティテスティングってこ,こ書いてますね。これはまああるよねと。例えば、検証が開発プロセスにマッチしていないと答えた人は非常に少ないですね。ですから、セキュリティテストは多分あるんでしょう。 ただ、まあえー、同じ問題はこのセキュリティテストをするというのがいろいろレイヤーがありますよね、例えばその要件に対して、えー、テストするとか、アーキテクチャーをどうやってテストするのかとか、まあ、そういったところもありますが、まあ、実装の人たちがこのセキュアな構築をしていくためにあの役に立つテストができているのかみたいなところなんかは、一つ大きなポイントと言えるかもしれません。 ですから例えば実装がセキュリティの作り方の情報を不足しているといった場合ですねこれはですね、まあ、よくあるあるなんですよねセキュリティ、えー、ソースコードアナリシス入れてみたんだけど、あのー、一体何が指摘されてるのかいまいちよくわからないとかどれぐらい深刻なのかもよ,よくわからないみたいなところがあると結果はまあ動いてるからいっかみたいなことになるそっと字みたいなことになっちゃうわけなんですねですから、まあ、そこでツールを使いこなしていくっていった時には やはりその意味を把握し、それをどのように取り扱うかについて、やっぱりしっかりディスカッションしていく必要があります。あるいはそこで、えー、こういった問題が起きているときには、どこに相談したり、エスカレーションしたらいいかということを決めていく必要があるということです。で、それ、誰が決めるのかというと、まあ、自分たちで決められるんだったらもちろんいいんですけど、やっぱり先ほどから申し上げている通り、ワンチームでやっていくということを考えないといけないので、こうどのように決めるのか、つまりガバナンスですね、ガバナンスのことを考えないといけない。 この一番左に書いてあるガバナンスっていうところなんですけどそこに書かれているようにこれをどのように扱うのか考え方とかあれ方向性とかあるいはエジュケーションとかそうしたものをもらいたいあるいはみんなで作らないとっていうようなことになるっていうことですねはいでまあその CICD そうですね作ったものがさっと動いてなおかつそれが、えー、ど要件にかなっているかどうかということをチェックするというこのアジャイルというかデブオプス的な あのプロセスこれを、えー、手段に落とし込んだものが CICD ですね手段手段に落とし込んだ時にさてじゃあこれそれで一体何を目指したらいいんだっけという時にこのドキュメント非常に参考になりますまあですからさまざまなですね出来事が起きていくわけなんですけどあのそのそれぞれの役割の中で一体何が大事なのかっていうことをこう決めていくにも 格体だけでなく、まあ、全体像、全体像だけでなく、格論も、えー、抑えていく必要があるというアニメーションでした。はい、で、最近のいろいろなです、ね、現場があるんですけれどもあのの、の中で割と共通して出てきたあの問題というのがありまして、それがこの生産技術とか開発セキュリティの、えー、ベンチマークを見直すということです。あぜひですね えーまあ、例えば IPA の,あのウェブの安全な作り方というやつがベンチマークだと言われているかもしれませんけどあの別にディスるわけじゃないんですけど、えー、ともうだめなんじゃないかなと思いますねつまりあの自分たちが作らないといけないものに対してうまく適したフィットしたベンチマークを持っているかどうかということベンチマークお手本のことです思持っているかどうかでリファレンス持っているかということを、えー、ぜひ確認してください。 ということで、えーと、ステップバイステップということで、ファーストステップとして、ぜひです、ね、こうしたものをリファーしてくださいということをお伝えするとともに、ですね今日マシンガンのようにしゃべりましたけれども、何か刺さるものがあったら嬉しいです。最後の質問ですが、シフトレフト、早速から何をやってみたいですかと、えー、やってみたい事と柄とマッチした質問じゃないかもしれませんけれども、この中から選ぶとしたら、皆さん、どれからやってみたいですか ちょっと、えーえー、はい。ぜひ選んでみてください。おはい。じゃあ、程よいところで結果を見せてください。ちょっと、終了します。はい。 おありがとうございます。いろいろとこう入れていただきましたね。はい、ついてきてくださってありがとうございます。もっとね、他のところにもあるんだっていう方は是非、ぜひそこからでもスタートしていただければと思います。はい、えー。結果からするとですね、やっぱりリーダーシップ、アジャイル、まあ、それ開発、検証、ワンセットで行えるようにしたいというようなことですね。えー、CISO ハンドブックもぜひ、えー、ご覧になってみてください。 この中にいろんなベンチマークについてとか、それの使い方についても記載されています。もし、ヘルプが必要でしたら、ぜひ個人的に僕にコンタクトいただければ、もう喜んでお手伝いさせていただきたいと思っております、はい。ということで、ちょっと押しましたけれども、押しましたか、森田さん、ごめんなさいね。はいはい、<laughs> ということであの、私のプレゼントでいっ一旦ここまでとさせていただきますありがとうございます。 1>, 1点だけごめんなさい。ちょっと教えましたので、休 a の時間がちょっと取れそうにない可能性ありますので、もしご質問ございましたら、匿名ではなくて、マイネームでいただけると、すごくありがたうございます。まだちょっと2点しかないもので皆さん、はい、ご質問いただければと思います。よろしくお願いします。はい、いますはい、岡田さん、ありがとうございました。じゃあ、伊藤さん、引き続きよろしくお願いします。はい、えー、よろしくお願いします。 はいえっとまあ、私のパートは、えーまあ、今の、えー、シフトレフトの話を踏まえて、まあ、GitHub、まあ、全部のセキュリティのシフトレフトはできない、えーまあ、そんなツールはないんですけど GitHub ではどういうふうにそれを、えー、実現して CI 組み込んでいくかというところを、えー、ご説明したいと思います、はいでまあ、ちょっと私の自己紹介はもう3回目ですね割愛してただ、えっと ソリューションアーキテ,ィテクトやってますけど、前職はそのアプリケーションセキュリティのベンダーにいましたので、まあ、その経験も踏まえてご説明したいというふうに思います。はい、あと GitHub について、ここも繰り返しではあるんですけど、えー、GitHub は、えー、っとソースコードマネージメントのツールではなく、まあ、だけのツールではなく、この DevOps 全体を支えるプラットフォームでして、えーまあ、上流の あのプロジェクト計画のところから、まあえー、とコーディングしてリ、えー、ビルドしてテストしてリリースするっていうところまでサポートをします。で、えー、今日はあのセキュリティの話題というところで、ね、ここの下の左下の、まあえー、とセキュアの部分というところで、えー、と中心に話したいというふうに思っています。はいでえーまあ、主にその ソフトウェアのセキュリティといっても、えー、ウェブアプリケーションのセキュリティ中心にはなってくるんですけど、なぜ、えー、とこのウェブアプリケーションのセキュリティが、えーとまあ、いわゆるそのネットワークのセキュリティをやっていても、えー、と重要かということを考えて、えー、います、まあ。ここいろいろ会話あるとは思うんですけど、私なりには、えーとまあ、やっぱりそのウェブアプリケーションというのは、基本的には、まあ、インターネット公開してる場合はその、 80か、えっと、443ポートが、えっとまあ、外部公開されているので、まあ、そこはもう、えっと、どちらでも入って来てくださいという、えっと、穴があるような状態ですね。まあ、ファイアウォールもそうわざわざ、えっと、許可していますし、まあ、あのちょっと前の概念で DMZ でそこへ、えっと、公開しているような、えっとまあ、サーバーだったりしますので、えーまあ、ここは、えー、公開されているという認識がまず重要かなというふうに思っています。特に JavaScript のプログラムなんていうのは、えっと、もう クライアント側、ブラウザ側で実行するようなレベルで公開してますので、まあ、ここはかなり気をつけなきゃいけない入り口だというふうに認識しています。はい、であと、セキュリティのシフトエェッについて、まあ、岡田さんからいろいろお話をいただいて、えーとまあ、究極には設計段階でのセキュリティの考慮ですとか、あの究極に言うと多分トレーニングですね、えーとまあ、セキュアプログラムの トレーニングだったり、まああの、経営層としてのセキュリティの考え方のトレーニングというのは重要なんですけど、えーまあ、ただあのこう、まあ、シフトエフと CICD というコンテクストの中では、えー、やれることは、えーっとまあそ、そこでもやることはありまして、結局、最終的にセキュリティの問題を修正する方針であれば、もし修正しないのではあればシフトエフトをやる必要はないんですけど、するのであれば、 えと機械的にチェックできるところから、えー、とそれを早期に、えー、自動的に検出するというのが重要かなというふうに、えー、思っています。はいでまあ、ここも、えーとまあ、よくあるような図の、えー、で、まあ、従来のセキュリティの考え方と、まあ、シフト・レフトの考え方を比べていくんですけど、えーまあ、従来であれば、えーまあ、ソースコードがあって、まあ、それをしゅあのコミットして修正して、えーまあ、あのマージックエストを使ってブランチ。 えーっとまあ、ターゲットマージ,、えー、マージして、そのあ、えー、と、アプリケーションの環境として、えー、デプロイして、まあ、その、えー、本番に近いような環境のところで、えー、セキュリティのスキャンするのが一般的だったと思います。で、まあ、この大きなループを見ていただくと、まあ、こ,の大きこのループが大き大きいほど手戻りが大きいということが、えー、分かるかなというふうに思っています。 GitHub が考えているのは、えっと、もちろんその最後のゲートウェイ的なセキュリティというのは、えっと、欠かせないですし、えっとまあ、そこは、えー、例えばビジネスログジックに起因したセキュリティの問題だったり、まあ、こんな変な専用をするとパスワード実は簡単にリセットできましたみたいな、えー、そんなようなことはあの自動的にスキャンで、えー、あの検出することはできない、ねまあそので、 ゲートへっていうのはセキュリティチームがしっかり人間でやる必要がまだまだあるような領域なんですけど、機械的にできるところはもうこの CI、えーとまあ、CI というものは、えー、と徐々に皆さん使われてきてますので、その中で、えー、と実行して、えーまあ、どちらかというとその機械的にでき,るできるところはこのセキュリティチームに負担をかけずに、えー、と早めに潰しておけばいいというような考えをしています。なので、まあ、この Git ブランチ的な考え方でもマージする前にやるということに。 えー、なっていきます、はい、でちょっと私も1つあのアンケートを、えー、やっていただきたいんですけど、えーとまあ、今回あの、まあ、どの段階でセキュリティスキャンをやっているかというと、確、え、認、ー、調査をしたくて、ちょっとあの字が多くて見づらいんですけど、えーまあ、ポイントとしてはそのどの段階ですね、あのマージ。 マージリクエストを出す前、えっ、ー、と、ごめんなさい、えっ、ー、と、まあ、フューチャーブランチだったり、トピックブランチの段階で、えっ、ー、と、やっているか、えっ、ー、と、そのマージ、ターゲットブランチにマージした後の段階でやっているかっていうのは3番、4番で、えー、まあ、リリース前、リリース後、あとも何もしないということもあるかと思うんですけど、このあたりについて、ぜひあの投票してください。あとあ、CI でやっているかとか、えっ、ー、と、主流でやっているかっていうのはこの1番、2番、3番、4番の違いだったりします。はい、もしかしたら、あの、 あのブランチの話が出てきて、えっと、よくわからないということであれば、8番を押していただければというふうに思います。はい。えー、っと、少し待ちますかね。<laughs> はい。まあ、最もあのシフト・レッスとできているというのは、1番の,、えーもの,あのまあ、タイプかなというふうに思っています。まあ CI、で、えーっと まあ、ターゲットブランチにマージする前の段階で、えーまあ、どんどん自動的にスキャンしていくというような、えー、イメージですね。はい。と、途中段階ですこれど、あまだ投票されてます、ね、はい。ちなみに何もしていないというのも、えっと、一部、えー、ありますね。はい。 まあここはぜひ、あのいろいろ調節の検討化した方がいいのかなというふうに思っています。はい、質問の意味がわからないもいらっしゃいました。はい、で、このあたりで、はい、えっ、ー、と、一旦、そうですね、えっ、ー、と、やはり、結構、えー、多いのが、まあ、そのマージした後ですね、マージした後で、 えっと、CI で実行しているっていう、まあ、開発チームによって、えっ、ー、と、ここで言うと、えっ、ー、と、まあ、3番のところです。ここが一番多いですね。はい。なので、まあ、結構1番から4番、それぞれ、えー、均等に並んでいて、えー、ただ、えっ、ー、と、リリース前の段階でっていう、えー、ところも、まあえー、とこあ、ここが一番多いですね。はい。というような状況で、はい、ありがとうございました。うん、はい。というところで、えっ、ー、と、まあ、これに、 え関連して、まあ、これは GitHub の、えっとまあ、サーベイ、えっと、調査がえっと2020年行われていたんですけど、まあ、そのシフトレフトに関する調査について、ちょっと一部え共有したいというふうに思います。はい でまあ、ここは、あのそうですまず一つ目の質問として、えーまあ、SAST を実施しないと回答した、えー、開発者、まあ、60%なので、まあ、結構 SAST ですら、えー、と実施しないということが、えー、分かっています。まあ、これに対してはもう、まあ、SAST は一番やりやすいセキュリティスキャンだとは思いますので、ここは CI のパイプラインに組み込めば、えー、まず第一歩を進めるのかなというふうに、えー、思っています。 2つ目のところで、えー、とこれはです、ね、あのセキュリティ担当者の立場で、えーまあ、そのセキュリティ担当者があのアセスメントするんですけど、その結果を、まあ、会社が見えるかどうかというところで、えー、と19%しか、えー、とその直接見えなくて、まあ多分これはエクセルか何かでこう、えー、送ってきて、ここを出ましたよというような連携の仕方だと思うんですけど、えーまあ、そういうような連携の仕方が大半ということが。 わ、えー、かります、まあ、ここも、えっとまあ、主に開発とセキュリティのチームです、すそこが同じ結果を共有できるような仕組みというのが、えー、かなり重要というふうに、えー、思っています。はい、で最後、ちょっとあの長くて、これ頑張ってまとめたんですけど、まとめられなくて、えーっとまあ、どの段階で、えーっとまあ、セキュリティが、セキュリティ問題が発見されるかというところで、えー、っと61%のセキュリティ担当者が えーまあ、テスト環境、まあ、マージされた後の、えー、とのブランチですね、テスト環境にマージされた後に、えー、とに、セキュリティ担当者によって発見されているという意味で、まあ、先ほどのリリース前の段階に,っていうところに近いような、えー、ケースかなというふうに思っています。まあ、ここも、えーとまあ、最後のセキュリティスキャンというのは、まあ、アセスメントは必要ですけど、えーまあ、その前に、まあ、ブランチにそもそもマージする,するのかどうかというところのプロセスを、えー、組み込んで、 まあブランチを守っていくっていう考えが重要かなというふうに思っています。で、まあ、ここを、まあ、g i t h a b が考えるセキュリティのシフトレフトっていうところと,、えー、と紐づけていきます。まず一つ目の、えー、と組み込みのところですね。まあまあ重要なのはやっぱり組み込みが簡単でないとやっぱり、えー、と定着しないですし、えー、まあ奥になってしまうので、まあ、そこを簡単に追加できるっていう仕組みが重要かなというふうに思っています。あとは幅広い言語。 の対応ですとか、まあ、テストタイプ、ちょっとこれ、さスきの例だけ、えー、お見せしたいと思うんですけど、まあ、こんなように、えー、GitHub はいろんな、えー、テスト、まあえーと、言語に対応していまして、まあ、これ自体も、えー、すごいとは思うんですけど、ちゃんとこれらをすべて、えー、GitHub が管理して、まあ、このエンジンがバージョンアップしたら、それに対応した、えー、っとスキャンする、えーえー、仕組みだったり、CI の,のテンプレートを用意して、まあ、常にこれが えとマネージドで動かせるというところが GitHub、えー、の価値かなというふうに、えー、思っています。はい、で2つ目の、えーまあ、共有する仕組みですね、まあ、ここも重要で、まあ、ここも結局 Excel で行ったり来たりしていると、えー、時間のロスになってしまって、えーまあ、どれが最新か分からなくなってしまいますので、まあ、あのこの後 GitHub でお見せするような、えー、スキャン結果の管理画面、まあ、ここで一元管理できるというような仕組みですね。あとはそこ,でそこから またさらに、GitHub、え、で、ー、イッシュー、まあ、を発行して、まあ、それ自体の、えー、ステータスをちゃんとイシューとして管理して、えーまあ、またマージクエストとして、えーえー、と対応していくという,ようなことが重要かなというふうに、えー、思っています。で3点目の、まあ、ブランチを守るという観点ですね。えー、ここについては、えーまあ、セキュリティの問題が含んだを含んだマージクエストが、えー、存在した場合には、そ,の、えーまあ、そもそもマージは、えー できないようにしますし、もしマージする場合も承認が必須にするということが、えー、と重要というふうに考えています。はい、というところで、まあ、ちょっとあとはどういうふうに、えー、と GitHub の、まあ、先ほど簡単にできるという、えー、ご紹介したんですけど、えーまあ、どういうふうにやるかというところの、まあ、この2番ですね、まあ、こんなようなイメージで、これ SAST の場合なんですけど、まあ、インクルード分を、まあ、行1、2行を追加して するだけで、SAST の実行が勝手に CI パイプラインの中にされますので、かなり簡単にできます。スキャナーによってはちょっと URL を渡したりとかいろいろ与えるパラメータがあったりするんですけど、多くのスキャナーはここ1行、テンプレート分を追加するだけで、ここの右のように、ね、こんなような感じで簡単にできますので、今既存のパイプラインを生かしつつ、スキャンを実行できるということは、かなりクイックに手軽にできるかなというふうに思っています。 であとできる、えー、スキャンとしては、えーまあ、ちょっとここを一つ一つは、えー、ご説明するのを割愛させていただきたいんですが、さすと始めいろんなことを、えー、できるんですけど、まああのー、主に3種類ありまして、まあ、紫の部,部分は性的なスキャンで、まあ、ソースコード、リポジトリがあればできるところで、まあ、オレンジはその実際にその実行しないと、えー、できないようなスキャンで、まあ、ちょっと変わった カバレージとガイディッドフ,ファズというセキュリティのスキャン方法があったりします。まあえーまあ、C 言語で言うとバッファーオーバーフローのようなものを無理やり出すというようなスキャン方法になります。で、オレンジの部分はダストだったり、えー、っとあとはファジング系のダストですね。まあ、ここも組み込まれていますので、まあ、こういったスキャンがいろいろ活用できるような状況になっています。 というところで、えー、とちょっとデモに入っていきたいと思うんですけど、今回は Python の Web アプリケーションを、えー、ベ Python ベースの Web アプリケーションを使ってセキュリティのスキャンを実施済みです。で、まあ、実際にそのパイパインだったり、えー、CI の定義ファイルを見て、今回はセキュリティの脆弱性を直していきたいというふうに思っています。はい。ちょっとその流れを見ていただければというふうに思っています。はい。 いうところで、えー、とまず、どんなアプリケーションかといいますと、まあ、こう一応デポイされていて、えーまあ、単純な、えー、とノート、簡単ノートアプリですね、まあえー、とノートを追加して、まあ、削除もできるというような、そんなような、えー、アプリケーションをデポイしています。はい、でリポジトリの感じはこんな感じで、えーと、Python ベースのアプリケーションになっています。はい、で、えー、パイプライン見て、 パイプラインの定義ですね、見てみますと、はい。ちょっといろいろテンプレートを使っていて、まあ、そこはちょっとごちゃごちゃしてますけど、まあ,あ、コアの部分はここの一番そのインクルード分をいっぱいインクルードしているだけです。まあ、ここビルドテストも含めて全部インクルードしてるんですけど、まあ、こんなようなイメージでえーとパイプラインが組まれています。実際にはそのインクルード先のえと定義を見ると、より細かい制御っていうところが見ることができます。はい。で、実際のパイプラインといいますと、 こんななようなイメージで、はい、<laughs> いっぱいインクルードしましたので、このテストフェーズのところで、えっと、かなりいろんなセキュリティスキャンが実行されています。で SAS と 一つをとっても、今回 Python 用のサストですとか、えー、JavaScript、HTML 系のサストとあとは、えー、Kubernetes の定義マニフェストですね、マニフェストの、ま、ずセキュリティの脆弱性も含めて、えー、3種類のサストが実行されます。えーと されていますあと、Python 新しいエンジンも導入してますね。実際、4種類ですね。4種類走っていたりですとか、先ほどのカバレージファズっていうところがこの辺りにあったりですとか、あとはダスト系ですね。ダスト系と、あとファズ、ダスト系のファズテストですね。ここも実際にデプロイ、レビュー環境にデプロイした後に、それぞれジョブが実行されるような、そんなような組み方になっています。はい、で実際にどういう結果になっているかを見ていきたいんですけど。 えっとまあ、あの検出の結果はこんなような、えー、っとレポートがありまして、まあ、実際にここで、えー、っと結果を見ていきながら、まあ、それぞれ、えー、っと問題に対処していく必要があります。はい、で今回は、まあ、ここのフィルターを使っていくつか、えー、ピックアップして見ていきたいんですけど、えー、まず上からコンテナスキャン。はい、コンテナスキャンで今、高い需要、えー、のものが出ていまして、えー、ちょっと見てみますと。 はい、これアルパインの、えっと、ベースイメージが3.7という、まあ、少し古いものを使っていることによって、えーまあ、出ている、まあ、それに関連している、えー、モジュール、MUSL モジュールが、えーまあ、重度の高い脆弱性として検出されています。まあ、あの詳細、ここを見る必要があると思うんですけど、まあ、基本的にこういうライブラリ系のものは見てもなかなか分かりづらい。 方が多いでですので、まあ、アップグレードできるのであれば、えー、アップグレードする。それは、えー、とリリース前であれば簡単にアップグレードできるとは思いますので、そういう方針で進めるのがいいかなというふうに思っています。あとは、えー、とディペンデンシー決戦依存関係の場合は、えー、例えばこのリクエスト、<laughs> Python の、えー、HTTP、えー、を発行するための、まあ、Web API とかたたくときに使うときのライブアイなんですけど、まあ、これも、えーと 高い脆弱性が出ていまして、2.20というところ以上にしないといけないというところで、そういうような、まあ、ここは ACP ヘッダーによって認証情報の漏えがされる可能性があるような脆弱性の問題ですね。もう一つ、SAST を見ていきますと。 はい、ええー、これではなくてですね。これですかね。はい。あえっ、ー、と、具体的にその。 SQ、えー、エンジェクション、分、まあ、かりやすいように SQ エジインジェクションの例を出しているんですけど、まあ、この、えー、書き方をすると、まあ、実際に、あのー、SQ エンジェクションの可能性があるというところで、ここもえと指摘されています。はい、で実際に、えーまあ、これをそれぞれえと、まあ、こんなに出ると、えー、大変ですけど、1件ずつ出た場合を想定して、まあ、それぞれをまあ確認したいですとか、えー、もし、あのー、ご検出であればあの解除にして、 えーまあ、次は表示させないようにするということを、えーまあ、取り味していくような必要があります。はい、というところで、まあ、今回は、えーっとまあ、ここからせっかくなんで、あのえー、先ほどのディ、えー、ペンデンシースキャン系の、えー、セキュリティの結果を使って一周を作っていきたいと思います。はいでまあ、ここも、えー、っと簡単に一周化することができるのは、このまあ、一元管理できる。 メリットかなというふうに思っています。まあ、この,あの、そのまま英語の、えー、と説明文を、えー、内容に記載したようなイシューができて、でかつ、まあ、実際にはこれ、ソースコードはリポジトリに修正をしないといけないのですので、えー、マージクエストの作成ボタンをやっていきたいと思います。はい。というところで、えー、今回 WebID で、ちょっとすみません、時間は。 数分過ぎてしまうと思いますけど、修正していきたいと思います。まず先ほど、SAST データ、SQL インジェクションの件です、ね。まあ、ここにあの安全な SQL 文を用意していましたので、それを直接コピーしてやると、まあ、こういう書き方ですね。 えと最後、このまあエグゼキュートのところでこの変数を与えるというようなやり方をすると、SQL インジェクションを防げるというような書き方になります。まあ、これ、Python の場合はこういうような書き方です。あとは、Python のモジュールの話で、ね、さっき2.20以上であれば、このリクエストがデジャックされないという話があったので、まあ、そこも修正して。あと、er、使っている Docker ファイル、Docker のベースイメージのここも、Arpine 3.13にすると、 解消されるはずなので、まあ、この辺りを修正していきたいと思います、はい。ちょっとメッセージはそのままでコミットをしていきたいと思います。はい、というような感じで、今マージクエストで、えー、と3箇所修正して、えーまあ、修正内容はこんなようなイメージですね。はい、先ほどの修正した通りになっていて、えー、この後、あまた、えー、といろんなスキャンが <laughs> えと走っていって、 まあこれが解消されるかどうかというところを見ていく必要があります。実際に修正済みのものを見ていきますと、はいまあ、このマージクエストの下の方に、えー、と概要の状況が書いてありますので、えーまあ、SQL インジェクション解消されたいですとか、えー、とそのリクエストモジュールに関する、えーまあ、付随しているものも一緒にこうフィックスされたりですとか、 えーまあ、コンテナースキャン、えー、とコンテナーイメージの脆弱性もいくつか解消されて、逆に、まあ、新しい手というのが発生していますけど、まあ、そんなような、えー、と状況で、えー、修正することができます、はいで。あともう一つ最後にお見せしたいのが、えー、今度はじゃあ逆に脆弱性を増やしてしまったらどういうふうになるかというところなんですけど。 はいまあ、増やしたら、まあ、これはあのプロジェクトの方針にもよると思うんですけど、まあ、基本的にあのその次のえブランチにはマージさせたくないという方針であれば、えー、まあこんなように、えー、まあこれはえとまた SAST 系の,あの問題出ているんですけど、問題が出ている場合に、このボーナビティチェックのえっと問題が出ているので、必ずあの承認者によって、 えー、承認しないといけないいいとけそもそもこれ承認するべきではないとは思うんですけど、まあ、仮に特殊、特別な、えー、と事情があって、これを承認する必要があるのであれば、そのセキュリティ担当者の人が、えー、同じマージックエストを見て、えーまあ、これは現在、えーとーあのまあ、このアプリケーションの影響のない、えー、脆弱性ということであれば、まあ、承認ボタンを押していただいて、まあ、これによってやるとマージ。 することができるというようなプロセスになっていきます。はい。というところが、えっ、ー、と、私からの以上、一、え、円、ー、の長いのデモで、えーまあ、このあたりの、えー、GitHub のシフトウェフトに考え、に対応する考え方に、えー、対応するデモをさせていただきました。はい。今日は、えっ、ー、と、はい、私のデモとしては以上となります。ありがとうございました。 伊藤ささん、ん、岡田あありりががととううごござざいいまました。すと今日は、ね。時間になりましたが、ちょっと時間が過ぎてしまったので取れないと思うんですが、1点だけ、えー、質問の方がちょっと匿名の方でいらっしゃいますので、こちらだけ、あのー、ご覧いただく、あのー、回答できればと思います。えー、GitLab の CI チェックで自社や、まあ、皆さんも入れてますかね、WASP、えー、の JAPAN のチェックツールを使うことができますかということで えっとこれ、伊藤さんになりますかね、もし使えれば、はい、はい、独自のエンジンを使うことも可能です。GitHub でいろいろ用意はしているんですけど、まあ、既存のツール、もしお使いであれば、基本的に JSON ファイルを特定のところに、えー、っと吐き出すことによって、先ほどのレポートに、えー、っとレポートあったり、あのマージックエストで表示することができますね、そこのフォーマットを合わせていただければ、あのどんなツールを使っていただいても大丈夫です。 もう1点だけ、GitLab ではいろんなタイプのセキュリティスキャンができるってことですがあの、どこから始めればいいんでしょうっていう質問が来てますが、さっき一覧があったとは思うんですけど、ね、あそうですね、やっぱり、まあ、あの動的なスキャンでデデロイしないとできなかったりしますので、ちょっと敷居は高いので、まあ、SAST だったり、ディペンデンシースキャンが一番あの、まあ、どれが重要だってことはないんですがやりやすいっていう意味では。 そこからやり始めたがはそこはぜひコメントさせていただきたいところなんですけど、あのやっぱりセキュリティの原理からいって、ソースコードを見,見る時点で改善できるっていうんで、一番効くのは、やっぱり SAST とディペンデンシーだと思います。その後の工程では、ですねその部分チェックするの、ものすごくコストかかるんですよね。ですから、まあ、そこのところはレポジトリと3つでやったほうがいいと思います、はい、あ,ありがとうございます。 はい、ちょっと休憩の時間あの短くなりましたが、はい、あのこちらの方で、えー、休憩の時間終了させていただければと思います。はい、ありがとうございました。はいえー、とホームユーナーー、いかがでございましたでしょうか。はい、あの今回、g i t l a b で DevOps ユナシリーズは今回で、えー、最終回という形となってまいります。えーまあじ 次のですね、GitLab DevOps ウェビナーシリーズの方のあの DevOps というんすか、次のウェビナーシリーズをですね、企画させていただこうと思っております。えー、そのためにちょっと皆様のご意見というものがあの必要になってまいりますので、あのアンケートの方を後日あの送信の方を予定しておりますので、えー、ご協力いただけますでしょうか。あの先ほど冒頭でもご案内させていただきました通りですね、あの今回盛岡かかではあるもののあの抽選で2名様の方へバックパックのプレゼントを用意させていただいております。 えー、明日にはあのメールの方、あのビデオのリンクとともにですね、あのー、送信可能かなと思いますので、えー、ぜひご協力のほどよろしくお願い申し上げます。はい、えっ、ー、とまたですね、今回ちょっと質問の方あのー、この セッションの中でいただけなかった場合、このメールアドレス、表示させていただいてメールアドレスの方にですね、ご寄せいただけましたら、随時回答させていただきますし、今回のセキュリティだけではなくて、そもそも GitLab とは何とかですね、アジャイル開発にこうするためにはどんなことをすればいいですとか、そういった形でもご質問を受け付けさせていただいております。ぜひメールの方をいただけますと幸いでございます。 えそうしましたら、ですね次回、またウェビナーシリーズ企画してまいりますので、またお会いできることをお楽しみにお待ちしております。それではこれをもちまして、GitLab DevOps シリーズを終了させていただきます。本日ごご視聴誠にありがとうございました